博多シダラクニオズシンプリシャーは押高のシダ植物の一つ。葉に白いブチの出るものがあり、干渉用に栽培されることがある。常緑性のシダ植物。根茎は短くて硬く、横に伸びるか斜めに立つ。根茎と傭兵の基部には輪辺をつける。輪辺は線状皮心型で、長さ2から8ミリメートル、幅1ミリメートルに満たず、褐色で円に毛がある。 洋平は長さ25から45センチメートルになり、淡い笑い色で、その規模は太くなって、臨片をやや密生する。洋身は2回羽状複用で、前傾としては卵状長楕円型で、長さ30から40センチメートル、幅15から35センチメートル。側右辺は下方の3から5体ははっきりと発達するが、そこから上では右辺は急に短くなって、 側右辺に似た形の頂き右辺を構成する。個々の右辺は柄があって線上皮神経、基部が一番幅広くて先端に向かって次第に細くなる。また、最下の右辺ではその基舟元側の小右辺が小さな右辺のように発達する。小右辺の先端は固く尖って円には浅い巨子が出る。葉の表は緑色で、 株によってはう軸に沿って白っぽいブチが出る。方師の群は小右辺の中六と円の中間の位置に出て、方膜は円人型で、円は滑らかか多少波打つ。博多志田という名は歯にブチの入るものを指すものであったが、現在ではこの種の標準和名とされており、従って緑色でもこの名で呼ぶ。博多志田の名は不入りのものの模様が、 博多隊のイメージに似ることからついた。ただし歯が硬いので博多市だとの説もある。三田は本州と同様に歯に白いブチが入る松坂市だとの対比や紅葉市だでないことから博多市だの説を支持する旨を述べている。本州の新潟県と福島県南部より西から四国、九州に分布するが九州の最南部にはない。国外では中国から知られている。 低山地のやや乾燥した森林で、崖下や臨床に生える。普通は群生しない。カナワラビ族には多くの種があり、それらの雑種もあって区別が難しい。その中で、本種は二回羽上複用で、側右辺が3から5体と少ないこと、頂き右辺がはっきりしていること、最下の右辺の基部の下側小右辺が発達すること、放射能群が中との中間に生じることなどで、 区別される。種内変異としては、鬼かなビバリエーション、メジャーがある。側右辺の数が、より多く、頂き右辺のまとまりがはっきりしない。本州より多く、本州の新潟県から、関東異勢、四国、九州に見られる。また本州に関わる雑種としては、基本編集と細葉かなわらびの雑種は、細葉博多シダエリスピションスといい、本州の千葉県異勢。 四国、九州に知られる。また、編集、鬼かなわらびと細葉かなわらびの雑種を、下高なわらびへ笹もといといい、本州の関東異跡から四国、九州に知られる。不入りのものは、葉が美しいので観賞用に栽培される。また、細葉葉博多だは、いただき右辺が長くその姿が優美に見える。以下、種として、岩月編。 P180 から181園芸植物、大辞典、P481 池畑、P64 三つ田、P145 岩月編、P181 岩月編、P181 渡辺 P117、ありがとうございます。